ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は権領、ごと攻略して孫策軍を叩きまくったところまで。とはいえ、あまり兵が減っていない驚きだよ。益州戦線では曹操軍が押されてるくらいだからな。綿竹艦と不遂艦の取り合いになっているよ。曹操軍のなんだかんだで押し切れないよな。こっちで結構受け持っているはずなんだけど。あとは落葉はいいけど巨匠でちょっかい出してくるなと。こっちから手出しするつもりないから深夜攻略に全力を出してくれればいいのにね。それをしないから勢力拡大できないんだと。一点集中が今の課題かな。孫策軍と曹操軍の都市数が同じになるくらいまでは孫策軍を叩き続ける予定。曹操軍の行動に腹を立てなければね。巨匠への攻撃がなければ許してやるけどな。ちなみに曹操軍は、少し兵を減らしたかな。前の時は30万いたと思ったからな。益州での敗戦が効いてるのかも。優勝はとにかく生き残れー。何番かしないでほしいけど。海底の城兵が少ないな。戦火拡大で建安まで攻めてしまおうか。都市2つのノルマ達成してあとは点数稼ぎでもいいしな。兵糧があるかが心配だけど。買えばなんとかなるはずー。商人がいてくれて助かるよ。20万なれば会計までなら楽勝でいけるはずー。よし、監視と美子の到着を待って攻めようか。益州では長領と曹操様の二人で不遂艦を攻める模様。攻略できるとは思うけど。曹操様が投石なのはもったいないな。優秀なのはどこで遊んでいるのやら。長領が前だと厳しいけど。隙を見せると士官が出てくる厳しい状況だけど。見事に入れ替わったー。これで。水艦はまたもや陥落。2回か3回は所有者が変わっているはずだよ。曹操軍が成都まで行ければ益州戦線は動くかもだけど、うちはうちで何事もなく海警攻撃開始。立て直す時間を与えてなかったのが大きいかな。後方に兵を置いておかないのが悪いというのもある。5000程度残してあとは前線に持っていくからねー。第二形態、このまま落ちるのを見てるだけー。一方的な展開になるとこのシリーズも終わりが見えてきた感はあるよね。年を越すか越さないかレベルだな。最終形態、この後に悩みつつ。一応似たような案を2つほど考えてるから後でアンケートでも取ろうかと思っているよ。新生の方はまだまだネタがあるのにな。こっちはいろいろとやってきたからね。で、何の盛り上がりもなく会計攻略。三越などどうでもいい。あの30万を使えるなら面白みもあるけど。郊外がいるけど無理だろうね。忠誠度下がればワンチャンかな。信頼はないからいけるかもというのはあるけど。あとはいない。捕虜にして地域かお金でももらおうか。あれ？このタイミングで攻めてくるとは。こちらに。どうしたものかな。関羽息子シリーズで撃退できそうな気配もするけど。あの規模の攻撃を迎撃すればワンチャンあるよな。そうなんだよね。UB 以外の3人を移動させて迎撃させようか。さすがに芝居一人じゃ攻められそうだからな。よし、備えは万全になったよ。懸案攻めが遅れるのが少し心配ではあるけど。そこはなんとかするしかないよね。何回からしか兵が届かないからそこまで感もあるしな。とここで張飛が。さすが暴れん坊。期待できる末裔だ。撃ち取るなよ。可能性はなくはないから怖いよ。俺が天下無双の張飛様よ。その万有後悔せよ。当然の一撃。さすがだね。この後が気になるところ。撃ち取ってない。あとは捕獲はできない。最近捕獲率が下がってはないと思う。対象武将以外はね。どうでもいいのはどんどん捕まえるのにな。指導した武将を捕まえてほしいよ。今度は長雲だ。前回から荒ぶっているねー。長雲はやればできる子。これは危険な匂いが。長雲は前科持ちだから。この長雲、逃げも隠れもせぬ。やるしかない。撃ち合っていく。ならなんとかなるかな。なんか優しく撃ち落としたな。もう少し激しくてもいいと思うけど。無事撃ち取らず。指導済みが増えるありがたさだよ。あとは捕獲できれば文句ないけど。分かった
さか。そうだ、ダメなんだね。起動済みの捕獲率の低さよ。え、またこれは記録に挑戦系。10日の間に2回はなかなかだからな。ぜひとも3回の世界記録に挑んでほしいよ。ちなみに超円は2度目、2度目の人に仕掛ける率が高い気がするよ。まだ3回目だけど、欲が2回じゃない。なんなんだろうな。超限一撃、相手にとって不足。捕まえた。あのタイミングで変なセリフが出ると少し焦るよ。確かにな。あと2回くらいはお願いしたい。ここでノルマは達成しておきたいからね。何も起きないな。これはダメな流れかな。と思ったらまた超運だ。今回はやる気があるね。一人で3回目だからな。あとはカンウが頑張ってくれれば。前はいつ仕掛けたかって気がする。もう自分は十分だろとか思っているのかな。まだまだ指導をしまくれよな。また一撃。尺稼ぎもしない素晴らしい姿勢だよ。打ち取らないのも評価したいところ。あとはカンウが仕掛ければ。期待したいところだったけどおしまいの模様。なぜここで撤退するのか。もう少し粘れば落とせるかもよ。傭兵が多すぎるのかな。全力で出陣して1000程度残すのがベストなのかも。そうしたら攻め続けてくれるかな。多分な。次からはもう少し減らしてみようかな。軽動衛がいるけど。問題なく撃破して終了。捕獲もなしと。邪魔かもダメで今回の迎撃戦は終了。上円くらいかな。そうだな、今回の戦果はな。88なら十分にチャンスはあるはず。あとは全員捕虜だな。曹操軍が無駄に攻めてきてる。歩を取って建設して帰っていくよ。その兵を深夜攻略に使えと。上円投用成功。これで内政要員がまた一人増えたよ。あまりそうな勢いで怖いけど。ここで受難に向けて孫策軍が攻めてきた。対応したいけど劉備たちは動けないんだよね。機械から受信から関羽息子シリーズを移動させたら、今度は受信が手薄になったと判断して攻めてきやがった。当然といえば当然なんだけど。どうしたものか。最近洛陽が平和すぎるから受難に力と高順に向かわせるよ。受難に力と高順、受信に関羽息子シリーズを戻したけど、止まらず攻めてくるよ。仕方ないから兼用から西宗に向かったダット野郎どもを前進させることに。西宗が危機になれば戻るでしょ。序南は曹操軍が攻めたことで引き上げていったけど、受信攻めの方々は止まらない。官兵たちでも大丈夫だからいいけど、西宗が楽勝で落ちると少しなってところはあるんだよな。この金額じゃ無理か。1万超えなら確定だけどな。その金額はなかなか出ないからね。官兵たちが頑張ってるな。義援が行けそうだったけどいなかった。なんでかすぐに移動してしまうからね。下がってるからといって期待できない厳しさよ。そして見えてないけど戻ってきてる。ここで迎撃しようじゃない。神秘の息子か。立ちましょう。さらには超運の息子2人目。内政要員が。さらに金軍の息子まで。あれ出来すぎじゃない。さらにさらに劉備の息子まで。あれあれ、おかしいぞ。ここまで息子で膨れ上がるともう一つ戦線を持てそうな気配まである。問題は戦える武将かどうかっていうのがあるけど、超運息子シリーズはそこまでだからな。親父準拠で強くあってほしかったよ。それな。上陸させずに迎撃しちゃったな。皆の命、この劉備が預かる。歩を占領されないようにと思ったら、完全に恨めったな。安すぎる。名品価値10をもらえるくらいまで粘るから。このような。上陸を許さずバンバン撃退するだけになるかもな。
上司が頑張ってくれるはず。頑張っても容疑だけどな。水分強化が弱い孫悟は貧弱だな。なんで水分強化を上げていかないんだろ。小教いて、他もいるはずなのにな。とにもかくにも水分強化だと思うのに。あるとなしでは運命の差だからな。うちなんて上げる武将がいないっていうのにね。悲しい現実だ。そして、効果から援軍が来てる。戦火拡大のチャンスだね。また受難に攻めてきてるな。よっと後順がいるからなんとかなると思うけど。二人だけだと少し心配という気もするけどな。多少損害が出ても問題ないから。地味に受信にも攻めてきてるけど。気にせず迎撃していこうか。なんとか水際防衛だけは防げたかな。上陸させて一騎打ちを仕掛けたいところだけど。何も起きない。このまま最初を攻めて終わりになる流れかな。そんな気配がするよ。捕まえたけど。お金になるかな。じゃ何でも迎撃を開始する。殲滅すれば曹操軍の陣や攻略期待度が上がるけど。すでに引き上げてる予感が。なんで攻め切らないのか。ちなみに最初攻めはもう始まってる。孫悟にはもう少し頑張ってもらいたいんだけど。あとは最初が落ちるのを見てるだけになるかも。じゃなんということは、後順だ。なんで呂布に仕掛けないのさ。気持ちはわからんでもないけど。どうにもならない差ではない。後順が勝ったら何かご褒美もあげないか。勝てると思うな。肝陣営の名は伊達ではない。当然打ち合っていき、まずは後順が先手を顔料に返されて、また顔料。これは無理かな。と思ったら最後の最後で後順が負けた。負けたと思ったよ。さすが後順。褒美に期待してほしいよ。今ある最大級を上げないとな。セイランなのにもう第二形態。みんなの向上能力は勝者張りだね。死者がお待ちです。安すぎる。いやー、もらえないでしょ。お金にしておいたよ。さっさと次のチャンスを求めていきたいしな。一騎打ちのチャンスは増やしていきたいからね。と話してたら何事もなく再走攻略。懸案予定が狂ってしまったよ。再走攻略しておけば少しは静かになりそうな気配はあるからな。静かになると困るけど。それもそうか。大井がいるな。あとはいないかな。妖技もいる。忠誠度が下がればいけるかな。多分な。というわけで、会計に再走を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。